どうも、なめこです。アスカ2に乗船中のうぷ主。豪華客船の船内探検をしていくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。うぷ主はただいま、日本船籍最大のクルーズ船、アスカ2に乗船中です。5泊6日、阿波踊り高松花火クルーズの2日目だぜ。今回は船内探検会。6日間過ごしたこのアスカ2の船内を、じっくりと詳しく紹介していきましょう。とその前に水分補給。ビスタラウンジでハイティーの時間帯にのみ提供されている、トロピカルアイスティーをいただきます。若干フルーティーなアイスティーだったぜ。なお13時から17時はティータイムということで、ファームコートではチョコやクッキーが提供されていました。さっき昼ご飯をはしごして、2時間後には早い夕食。そんなところにチョコやクッキー。カロリーが、摂取カロリーがやばいぜ。さすがにうぷ主も今回はパスしましたが、写真で見返すと、チョコもクッキーもいいとこの、手の込んだお高そうな一品です。なおもっと本格的なティータイムを楽しみたい人向けに、有料ですが、イブニングハイティー、なんてのもあります。アフティーでよく見る、ゴージャスにもやれたやつだな。軽食とスイーツが半々のやつ、軽食ばっかのやつ、スイーツばっかのやつ。の3つから選べ、シャンパンのハーフボトルがついて、2名分で1万3200円だそうな。高級ホテルのアフティーと、いい勝負な価格設定だな。乗船後に予約を受け付けており、1日6セット限定。400室ある中で、1日6セット限定。相当競争率高いぜ。ただ通常のご飯でお腹いっぱいになるので、わざわざお金払ってまでこのセットを頼む人いるのかは謎です。なおうぷ主も動画のネタに頼もうと思ってたけど、2名分のセット販売のみで、お一人様お断りで断念した模様。さてさて休憩はおしまい。これから今回の本題、このアスカ2をじっくり紹介していくわけですが、その前に2020年に実施された大規模リニューアルについてご紹介。ほほう、近代化改修ってやつか。アスカプラザ、露天風呂、ブックラウンジの新設、プレミアダイニング、リドガーデン、和洋スイートの改装が行われており、この後実際の映像と合わせ紹介していきます。なお3ヶ月にわたる近代化改修が2020年3月に完了。ピカピカになった船でバリバリ稼ぐぜ。って時に、例のあれが蔓延。クルーズの中止に次ぐ中止で、会社自体が潰れちゃわないか心配でした。続いて各デッキの紹介の前に、船全体の構造から見ていきましょう。乗客が立ち入り可能なのは、4デッキから12デッキの9デッキ分。各デッキを並べてみるとこんな感じ。左から、4、5、6デッキと続きます。おお、さすが日本船籍最大、デッキがいっぱいあって圧巻だぜ。これだけ階層があると絶対に迷うぜ。アリュールの時もそうでしたが、半分は客室階。アスカ2の場合は、7、8、9、10デッキは客室のみとなり、4デッキは診療室だけなので、実際に動き回るのはこの4デッキのみ、全体像を頭に入れればそんなに迷いません。混乱する原因がエレベーター。アスカ2には船首側に3機、中央に3機、船尾側に2機、合計で8機のエレベーターがありますが、ご覧のようにそれぞれ微妙に行ける階が異なります。12デッキには船尾側、4デッキには船首側じゃないといけないのか。また乗り口の向きも異なり、船首側と中央は船首側、船尾側は船尾側を向いているので、エレベーターを降りた後の方向感覚が毎回バグるんですよね。うぷ主はカロリー消費のため階段ばかり使ってましたが、こちらも同様に船首と船尾で逆向いてます。
なので部屋に戻る際、ポケットしながら歩いてると、よく逆方向に進んでることよくありました。迷っとるやないかい。ってことで船全体に関しては以上で、後半はじっくりと紹介していきましょう。なおフトアユールの船内マップを見直すと、縮尺は違うものの、密度が段違いでした。世界最大は伊達じゃないぜ。アスカ2がしょぼく見えちまうぜ。ではでは早速探検していきましょう。まずは一番下層の4デッキから。なお左上に大まかなマップと現在位置、向いている方向を記します。各デッキは別名があり、4デッキはテンダーデッキといい。その名の通り、テンダーボートに乗り込む際の出入り口がこのデッキにあります。他にはこのクルーズで一番お世話になった、診療室。投与後期9話10話で軽く紹介しているぜ。診療時間は概ね午前午後、それぞれ各1時間で、アスカデイリーに記載されています。それ以外の時間も緊急性があれば見てもらえるかもだけど、フロントに要相談だぜ。公的健康保険は使えず、治療費全額自己負担なので注意が必要です。鎮痛剤や抗生剤の処方ほか、レントゲン撮影もできたし、船の中とは思えなかったぜ。以上で4デッキは終了。ウプ主のようにどんくさいことしなければ、来ることはあんまないデッキだぜ。続いて5デッキ、こちらはメインデッキとも言われます。乗船口や船の玄関でもあるアスカプラザ、そして客室やメインダイニングと、なんか色々あるデッキです。今歩いている船首側には、J ステートという安めの客室があり、現在この部屋は一般には販売しておらず、内部社に格安で販売しているそうな、社員割引とか福利厚生的な部屋か。そのまま進むと視界が開け、吹き抜けのアスカプラザに出ます。特に目を引くのが超巨大なモニター、アスカビジョン。2020年のリニューアルで新設された大型 LED スクリーンで、縦4メートル、横3メートルの巨大な画面に、飛行地の動画や世界各国の美しい風景が、常時映し出されていました。このソファーに座って、映像見てるだけでも楽しめるぜ。見上げるとステンドグラスのような天井が綺麗ですが、構造上この上は客室なので、照明で照らしてるのでしょう。こちらはアスカプラザ横にあるピアノバー。その名の通りピアノがあり、定期的に生演奏が行われます。すぐ横がレストランだから、開店までの時間つぶしにちょうどいいぜ。有料ですが食前酒をクイッと1杯引っ掛けるのもいいですね。続いてレセプション。何か困ったことや聞きたいことがあれば、ここで相談できます。そこはかとない高級感があるぜ。レセプションの横には航路図が表示されており、その隣の黒いガラスドア、乗船口、ボーディングブリッジや階段スロープで上下船する際は、ここから出入りします。その隣は寄港地デスク。寄港地の観光情報やツアーの受付窓口で、ボードにはツアーの各案内が掲示されていました。正面がメインレストランの、フォーシーズンダイニング。
毎回美味しい料理を提供してくれるから、ここが一番好きな場所だぜ。入り口には夕食のメニューが掲示されており、今宵は和食のようです。楽しみすぎるぜ。以上で5デッキは終了。5デッキもそんな見るとこないんだな。お次は6デッキ。と行きたいところですが、時間がもうないので今回はここまで。次回は共用施設が最も多い、6デッキから紹介していきます。ご視聴。ありがとうございました。